大相撲夏場所12日初日両国国技館を2度目の門番で迎える大関霧島音羽んが3日東京都墨田区の時津風部屋にで稽古しコンディション面の不安をのぞかせた正代時津風との3番稽古は頭から当たらず組みにいく形が多く首を気にする仕草も正代と7番取った後錦木,木との最初の1番で力を抜いて俵を割り 相撲を取る稽古の番数は幕内でも屈指の霧島にしては珍しい少なさだ稽古後には首の状態が良くなかったと説明首が治れば大丈夫だと思うまあこれからですと前を向いたが春場所で5勝10敗の不振に陥ったのは首の怪我の影響が大きいだけに今後が心配される